今、日本に危機が訪れてるから。うん。これは新型コロナウイルスのことだけではなくてですね。もう、本当に根本的に新型コロナが起きる前から危なかったし、新型コロナによってなんかますます危なくなったっていうところもちょっとあるかもしれないですが、まあ、とにかく、ちょっと落とすわけじゃないんですけど、日本に危機が訪れてるよっていうことですよね。で、どんな危機か、いくつかね、アンケートがあるんです。 例えば、アメリカ、韓国、中国、日本、4カ国の、えー、子供たち、大体いい中学生から高校生の子供たち、えー、2万人ぐらいにこんなアンケートを取りましたと。自分には価値があると思う人、はいっていうアンケートですよね。で、アメリカ72.4がイエスと答えた。えー、韓国67.1%がイエス、自分には価値があると答えた。中国48.2%がイエスと答えた。じゃあ日本の子供たちは一体何が イエスと答えたのかというと、こちらの数字ですよね。8.7%。なんだか偉い低いなという数字ですよね。100人中92人ぐらいは別に自分に価値があるとは思えないなって思ってる。そんな数字になるかなということですよね。こんなのもあります。決めたことは最後までやり抜けるしゃーっていう数字。 うん、これは最後まで決めたことは自分でやり抜くっていうなんか責任感の部分だったり、ちゃんと自分でやれるぞっていうなんかこう、自信セルフイメージの部分が数値に表れてるかなと思うんですけれども、別に中国そう、別そう高いわけじゃないですよね。自分で決めたこと最後までやり抜く、うん、ところが日本、こんな数字だったんですよね。21.5%。 実に微妙な数字。うん。100人中80人ぐらいは、自分で一回決めたことも、いや、最後まではちょっとようやり抜かんな、みたいな、そんな数字になってるかなっていうことですよね。あともうこれ極めつけですが、本当に僕の人生を変えたアンケートでもありますけども、自分のことが好きですかっていう、そんなアンケートに対して、別にアメリカ、韓国、中国、日本、あの、参加国の子供たちはこう答えたんですけども、 日本は、なんとこんな数字だったっていうね。3.9%ですよ。びっくりしましたね。これ一桁間違ってても低いと思いますけど。まあ、これは数あるアンケートの中でも特に低いやつをもちろん抽出して持ってきてますけども、こんなアンケートもあったぐらい、とにかく自分のことが好きじゃない。これあれですよ。中学生とかですよ。 もう人生に疲れ果てた50代のあれだよあの、なんか窓際族のおじさんとかじゃないんだよこれ。すごい数字だよね本当に。100人中96人ぐらいの子供たちが別に自分のことなんか好きじゃない。でもこれって子供たちだけの数字じゃないですよね。大人だってどうでしょう別に皆さんにあえて聞かないけれども、自分のこと好きか自分ってできる私は素晴らしいって本当に思えてるかっていうと、い,いや、みたいなね。まさに、 子供たちだけではなく、未来を担う子供たちだけではなく、私たち大人自身が自分のことなんかそう好きじゃないと思ってる人も多いし、そもそも日本人自体が日本という国自体そう好きでもないって思ってる人もいるんじゃないでしょうか。ね。そうなると、なかなかいい未来って作りにくいですよね。普通に考えて自分なんか全然あがんわと、もう自分なんかクソやと、もう話にもならんと、クズだと、 思ってる人間がいい人生になると思います。素晴らしい仲間を得て、素晴らしい仕事を得て、素晴らしい役割を得て、人生が開けていくでしょうか多分ならないんですよ、ね。こんな数字があるよっていうことですよね。あとはこちら。 僕の YouTube なんかでもよく喋ってます。OECD、経済協力開発機構という国際機関が2010年にこんなアンケートを取りましたと、えー、世界186カ国の中学生高校生、だいたい2万人ぐらいに、親や先生を尊敬してますかーっていう数字ですよね。こんな世界的アンケートを取ったときに、まあ1位は韓国でしたと。ね、も、ま、う、あ、かなり。で、2位は中国でしたと。 一、ワン、ツー、フィニッシュ。まあ、儒教の国のね、文化が生きてるのかな、ということですけども。親や先生、尊敬してますかはい、尊敬してます。9割ぐらいがちゃんと答えてますよ、と。で、皆さん、答えご存知の方も多いと思いますけど、答えご存知じゃない方は、ちょっと想像してみてください。予想で結構です。日本は、186カ国中、一体何位ぐらいだった まあ、こういう前振りをするってことはね、決して高くはなかったであろうことが予想されるんですけども、答えを知ってる人は結構です。知らない方にちょっとアンケートを取ってみましょうか。う、えーまあまあ、だいたい50位ぐらいだったんじゃないかないう。多いですね。100位前後ぐらい。多いですね。150位とかじゃねえよな、まさか、みたいな。大丈夫かなみたいな <laughs> いいですね。もう、まさかと思って、それより下じゃねえだろうな、みたいな。<laughs> いいですね。 正解いたします。こちらです。日本。186カ国中、186位。もう神ちゃんめっちゃいいリアクションしてくれるやん。ありがとう。<laughs> ほわーってありがとうございます。もうそういうのが嬉しいです。<laughs> 皆さんが目の前にいないもんですけど <laughs>。もう表情と動きだけで判断するしかない,い。めっちゃありがとうございます。本当に。そうなんです。こ,これ本当に、あの、国際機関が取った 数字ですからね。日本186カ国中、断突最下位186位です。うん。世界平均は70.7%。この数字は50%を切るとその国は滅ぶと言われている。そんな数字の中で日本はなんと20.2%だった。 シャレになんですよね。50%切るとその国滅ぶんですよ。2回滅びたっておかしくない。まさに、親や先生尊敬してますかまさに、親や先生みたいになりたいですかつまり、こうなりたいですかってことですよ。こうなりたいですかいや、別に。もうね、本当にショックですよ、この数字見たとき。うん。要は、日本って子供の自殺もめちゃくちゃ多いんですよね。で、 悲しいことなんですけど、いじめって、別に、明治時代だろうが江戸時代からあるわけですよ。いや平安時代だってきっとあったでしょ、子供に対するいじめぐらい。ね。ところが、その当時の子供たちっていうのは、自分がいじめを受けて、自殺をしたかっていうと、そうじゃない子供の方が圧倒的に多かった。うん。え、変な話ね。時代的に考えても、 当時のいじめの方が、今のいじめよりも、また、ジャンルは違うかもしれないけど、もっと陰湿で、もっと荒烈だった可能性もある。けど当時の子供たちはそこまで自殺したりはしなかった。うん。要は、今はこんなに辛いけど、大人になったらこうなれるんだって。僕みたいに、あなたみたいに、あんなかっこいい大人になれるんだとか、父親のようになれるんだとかね。うん。そんな風に、 思って、何とか踏ん張れたんですけど、今日本の子供たちはあっさり命を絶ちます、えー。今から5、6年前でしょうか、中学生のね、男の子が自殺をしてしまったんですね、いじめで。で、遺書を残してて、そこに何て書いてあったかっていうと、僕は今、いじめられてとても辛い。でも、周りの大人を見ても、みんな辛そうだ。僕は今こんなに辛くて、 大人になっても辛いんだったら、一体何のために生きなくてはならないんだ。と言って、自ら命を絶った。そんな少年もいます。まさにね、私たち大人が、本当に子供たちに夢や希望や未来をなかなか見せてあげることができてないのかな。という、そんな数字ですよね。うん、僕もこれを学校講演なんかでお話ししたりもしますけれども、 子供たちに、どう親や先生、好きだーってう、尊敬してるってう人どんぐらいいるって言うと、そんなに手が上がらないですよね。なんでそう思うって聞くと、辛そう、つまんなそうって言いますよね。まさに私たち、大人がもっともっと輝いて生きていってもいいんじゃないのかなっていう、そんな数字になってると思います。 続きまして皆さんちょっと見にくいですけど見れますかね。これ縦軸が冒険や刺激のある生活は大切だ。上に行けば行くほど冒険や刺激ってやっぱ大切だよね。人生で。っていうことです。で、これ右軸はクリエイティブであることは大切だって書いてあります。つまり、この右上に行けば行くほど人生はチャレンジだっていう数字になるわけですよね。 そう。もうこのね、人生はチャレンジと答応えた国軍団が、すごいんですよ、これ。ナイジェリアとか、南アフリカ、ガーナ。もうやっぱりね、まだまだ貧困の差が激しかったり、え貧困層もたくさんいるようなあ、貧富の差か、貧富の差が激しかったりとかね。そんなアフリカ勢とかが入ってたり、フィリピン、貧しい国ですよね、まだまだ。チリとか、ポーランドとか、こういう国が、えー、やっぱ人生は、 冒険や刺激が大事だし、クリエイティブが大事だし、やっぱチャレンジだろうって言ってるってことです。で、韓国もかなり高いですよね。これねちょうどこの交わってるあたりが平均のあたりだそうです。アメリカとかドイツが入ってます。では皆さんに質問です。日本、我らが日本はどのゾーンに入るでしょうか <laughs> インターネット接続が不安定大丈夫繋がってるみんな聞こえてる聞こえてる聞こえてるでしょテープって。 ああ、よかったよかった。<laughs> 日本は一体どのゾーンに入るだろうか。一番だと。一番だとこのあたり。このエリアだなと思う人。あんまいないやっぱ一番いいこの二番のエリアやろ。っていう人。日本人やもん。あんまいない、まあまあこのあたりいちゃうから。ういいですいいですえっ、ー、と、まあ、まさかと思うけど、こ、このエリアじゃねえだろうな。<laughs> <laughs> 正解。<laughs> ダントツですよ。ダントツこんなタイトルついてたんですけど世界一挑戦しない国日本。もうね、さっきの OECD のね、あの、186カ国中186位だったっていうアンケートも、このアンケートも、世界の人がびっくりしたっていうね。世界の人が二度見したっていうね。んみたいなね。え、知らないの二度見したかどうかをね。ただ、ほんとそんぐらいびっくりしたんだって。 いや、この数字間違ってんちゃうって言って。え、だって、日本ってさ、そんなね、75年前に、あんなもう、本当に焼け野原になってからの、もう大逆転 V 字回復、回復で、こんな豊かな国になったやんかって。ね。そうやって、世界の人は見てくれてるんだけど、当の日本人は、今アンケート取ったように、<laughs> 俺はここやろみたいなね。うん、だって今でも、親が子供にならせたい職業ランキング1位なんですか 公務員ですよ。そう。じゃあその死亡動機は何ですかねえ、死亡動機、面接ではこう言いますよ。公のために役に立ちたくてとか言ってね。もう名古屋市のために、愛知県のために、東京都のために、大阪市のなんか、恩恵に預かってきた私といたしましては、今後もその公のために恩返しはやかましいわ、みたいなね。そうなんですよ。もう安定してるからって、その一択でみんな公務員を選ぶわけですけれども。そうなんですよ。ね。全然挑戦なんかしやしない。でそんな数字。 うん。ありますよねっていうことです。こんな数字持ってきました。まあ、とはいえ日本がこれだけは負けてねえぞと。うん、なんかいつまでも負けたまんまじゃ悔しいんで、韓国、アメリカ、イギリス、ドイツ、フランス、スウェーデン、もう並み入る先進国の中で、この数字だけは、一度ももう過去20年以上、ずーっと、1位の座を譲ったことがないっていうね。うん。一時期はちょっとアメリカに負けてた時もあるんだが、もう大逆転して、そこから20年以上これをね、 保ち続けてるという圧倒的な数字があります。世界に誇るべき日本の数字。これ何でしょうこちらです。シーン。あ、シーンって当たり前か。みんなの音ミュートしてるからね。神ちゃんいいリアクションすんな、やっぱりな。<laughs> 最高ですね、本当に。はあそうですよ。15歳から24歳の若者自殺者数ランキング。断突ですよ。20年以上、もう25年以上。もう1位の座を譲り渡したことがないんです。 びっくりしますよね。15歳から24歳、若者を自殺手ランキング。どんな数字やあっさり命を絶ってしまう。もう先進国のなでこんな国全くありません。こんなに豊かで、こんなになんか人も優しくて、食べ物も美味しくて、空気も綺麗で、っていう国の中で、若者たちが未来に絶望してバタバタと死んでいくのが、不思議なことにこの日本なんで、という数字になってます。 僕はあのー、イラン人の友達がいましてね、ホスロってやつなんですけど、えっ、ー、と、彼はあの、もともとね、僕今でも現、ま現役の空手家ですけれども、あのー、一緒にこう空手を学んでた仲なんですね。で、ホスロに一回言われたことがあります。なあなあ、お前らの国ってさ、なんであんなに若いやつバタバタ死んでいくんだ、ね、返す言葉がなかったですよ。あ、いや、あの、それはっていうね。本当にね。 そんな数字になってるかなということです。で、日本の未来予想図っていうのがあります。ほぼ確定って言われてます。まあ、ある学者が出しました。日本の未来はこうなるぜ。確実に。っていう数字ですね。じゃあ、これも一気に出しますね。何かっていうと、じゃん。こんな風になる皆さん見えるかな。ちょっとね、ポイントだけ解説しますね。えっ、ー、と、まあ、 おととし、えー、2018年あたりから18歳人口が激減してますよと。で、もうすでに多くの大学が倒産危機になってるし、今ね、就職もちろん減ってるし、もう高校とかで野球部、サッカー部、バスケットボール部って地方の高校とかでブックブックなくなってます。で、今年からいよいよ、えー、女性の半分以上が5歳、五0歳以上超えていて、3人に1人がもう65歳になっていく。ね。で、 ポイント4年後ですよね。段階世代がすべて75歳以上、超高齢者大国になって、介護難民が43万人生まれて、世界史上どこの国も、世界の歴史上どこの国も経験していない、超高齢者国家がこの地球上に誕生する。それがまさに日本の現状ですよね。 で、もう6年後あたりからは、高齢者の5人に1人が認知症になっていって、今でも多い、ああいう老人の事故ですとか、ね、軽犯罪ですとか、孤独死が増え、なんかね、認知症の人がこう、街をさまよう、まあ、ゾンビ国家になるなんていうね、そんな説もあるぐらいです。で、7年後ぐらいからは、もう今でもね、これコロナでだいぶ早まったかなと思いますけど、医療崩壊、医療崩壊って言われてますよね。で、2030年、 あたりからは何が起こるかというと、子供がどんどん減っていくので、IT 人材が60万人不足して、サイバー攻撃を受けると言われています。うん、もう自衛隊とか警察とかが足りないんですね。 要は、人手不足というのはある程度外国人の方を雇い入れて、例えばコンビニの店員さんですとか、ね、いろんな流通の仕事とかはある程度任せることもできるんですけども、自衛隊警察になかなか外国人入れるわけにいかないですから、圧倒的な国防危機に陥ると言われてますね。で、これなかなかあの、ズームで言うのも勇気がいるんですけども、まあ言ってしまいましょう。えっ、ー、と、何年前だあれ ?3、4年ぐらい前になると思うんですけど、 埼玉県全域でね、一瞬だけ停電になったんですね。あんで、停電になって、もうすぐに回復しました。なので全然大したニュースにもならなかったし、新聞にもこんなちっちゃく載っただけです。うん、テレビのニュースでも、今日は埼玉県全域が一瞬停電になりました。すぐ回復しました。それでは次のニュースってなっただけなんですけど、これも分わかってます。ええー、サイバー攻撃でした。お隣の国からの。えー もう実験されてるんですよね。埼玉県なんていう、もう東京のベッドタウンで、ね、もう巨大な人口を抱えてる、その市町村が、丸ごとさえ、もう、吹っ飛んでしまうぐらいのものをもうこれ仕掛けられてるってことですよね。うん、あるいは、もう去年でもね、ソフトバンクが丸1日サーバーダウンしたりですとか、あれもあの,サーバーあのサイバー攻撃だったっていうことがもうほとんど分かってますけれども、それぐらい、もうどんどん国防危機になってるよっていうことですよね。 で、どんどん死者が増ええー、ね、もう空き家が増えるんで、街がスラム化していったりですとか、えー、20年後にはもうね、死者数がピークになって、仮葬場が足りなくて、葬式半月待ち、仮葬1ヶ月待ちとかね、こんなことがあり得ます。変な話ですけど、うちのね、父母とかがもう亡くなっていく頃には、もうお葬式を半月待たなきゃいけないとかね、そういう時代がもうやってくるのではないかとか、自治体がどん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 消滅していったり、 うん、で、ここです。いよいよ。22年後、高齢者人口がピーク。4000万人が高齢者。若者一人に若者一人の高齢者を抱えなきゃいけない。そんな時代がやってきて。うん、で、世界の人口は増え続けるんで、食料争奪が起こるよとかね。まあ、いろんなこと言われてますね、うん。で、ここです。注目は。100年後、日本の人口何人になるか。4000万人になります。このまま減り続けていくと。 1000年後、ここ注目です。1000年後には日本の人口が、日本の人口が2000人です。2000人よ。びっくりするでしょうん。ここまで減るんですよ。2000人よ。本当に、私名古屋の人間ですけど、2000人だって名古屋駅一瞬で行き交うわ。もう新宿渋谷とかね、あるいは梅田駅なんか2000人だって一瞬じゃないですか。あれが日本全体の人口になるよってことですよ。 うん。そんな時に隣国がほっとくと思いますって話ですよね。そう。まさに、これが日本の未来予想図。うん。現状であり未来予想図ですよ、ということをお話しさせていただきました。えー、以上でユニバー体験講座終わらせていただきます、えー。皆さんどうもありがとうございました。ありがとうございま。いいリアクションありがとうございま。 えなわけあるかと。そうなんですよ。えー、ここまでですね、絶望的な数字を皆さんにいっぱい紹介してまいりましたが、こっからですよ。ここからです。じゃあどうすんのって。じゃあどうすんだよって話なんですよ。今日、ユニバーの体験講座に来ていただいた皆さんに、僕がお伝えしたいのは、これだって覚えておいてください。これです。さあ出番だって。 皆さんの出番だぞ。出番ですよ。出番ですよ。だってこのままじゃ滅びるんでしょ大変なことになっちゃうじゃないですか。そうなんですよ。皆さんみたいに、自分で言うけど、もうこんなね、津田弘明のユニバーっていう、まあ、わけのわかんない講座にですよ。こんな土曜日の朝っぱらから、なんか学びたいと。なんか知りたいと。こっから、 もっと人生良くしていきたいし、もっともっと誰かの幸せをお手伝いしていきたいんだ、なんていう思いを持っていらっしゃる皆さん、みたいな人が日本の中に増えてったら、さっきみたいな問題絶対解決するってことですよ。うん。根本には日本人の自信のなさがあります。自信がないから自分さえ良ければいいとか、自分、自信がないから自分のとこに来たお金は全部俺のものってやるから不況になったりね。 うん、自分に自信がないから誰かに手を差し伸べるっていうことができなかったりとか、かつての日本人は自分の身はどうなってでもいいからこの人を助けたいぐらいの人がいっぱいいたわけですよね。うん、まさにリアルコーチカウンセラーみたいな人もいっぱいいたわけです。ところが今日本全体がちょっと元気がなくなって、ね、自信がなくなって自分さえ良ければいいってい人が増えたんで、 こんな絶望的ないろんな未来予想図まで立てられるようになっちゃったわけですよね。これらの大半は、ちゃんと自分が自分に誇りを持てたり、そして相手のことをちゃんと大切に思って、その人の可能性を伸ばしてあげれるようなアプローチをお互いが当たり前に使い合えるようになったら、いくらでも解決していきますよ。うん、自分に自信がないから自分さえ良ければいい。うん ね、俺のとこに来たお金は俺のものってやりすぎて経済最優先になりすぎた結果いろんな弊害が起こってるわけですから。で、そうですよね。だからまさに今日ここに来ていただいた皆さんのような人の出番だってことですよ。そうなんです。だから今日は体験講座を通じてですね、ぜひとも今日本がちょっと偉いことになってると、しかもね、皆さんに紹介したこの数字というのはコロナが起こる前の数字ですから、これ。 コロナが起こっても、ますます早まってんじゃねえかっていうぐらいのね、ことになってるわけですけれども、全然恐れなくていいってことです。皆さんのような方が日本の中に一人でも増えていけば、皆さんのような方がまた目の前の人に、またその周りの人にって、良き影響力を与えていけたら、まさにコーチカウンセラーとして、こんな問題いくらでも解決していけるぞ、日本の未来は、世界の未来は明るいぞ、っていうことを僕はお伝えしてるわけですよね。うん。 YouTube ごご覧いいいただきまましていつもありがとうございますヒロのメルマガヒロメールはですね毎週月曜朝7時に皆さんが元気になる情報ほっこりする話感動する話、えー、お届けしてますので是非ご登録の方お願いしますもちろん無料ですそれではいってらっしゃい